さあ喧嘩やか、それとも優等生か。来た、いきなり久保田が来た。気持ちを感じます。久保田、久保田悟のブレイキングダウン第2章の幕開け。格闘経験を抱いています。松葉、久保田選手あれですね、喧嘩強いですね。いいですね、松葉がどう対応するかです。ビビさあ、石尾さんは正解、足に来ているか。松葉持ちこたえられるか。まだ30秒以上あります。効いたんじゃないですか。効いた、効いている。結果がヒットした。松葉選手気持ち強いですよ。夢があると言います。このリングに立って全国区へ。もうまとめたらすごい、その気持ちが伝わる試合ですね。ちょっと疲れてきたから2人とも。さあ、久保田さんいいですね。久保田が腕を振る、拳が止まることはありません。松葉選手返さないともう勝てないんで、返さないとダメです。優等生か、ダメですね。成り上がっていく経験者か、経営者か。さあ、ここで60秒間が終了しました。第12試合ウェルター級1マッチ、ここも判定へと向かっていきます。いやでも松葉選手、格闘技経験なくて今まで殴られたことがないというのに、このいきなり試合で、はい、あんな剣道が殴られても引かずに、いや本当に気持ちが強いですね。確かに引きませんでしたよね。本当に山選手はいかがでした。そうですね、やっぱりこう久保田選手喧嘩強いですね。ビビんないんで攻撃に対して、はい、やっぱブレイキングダウンは結構やっぱ喧嘩強い方が勝つのかなってやっぱ思いましたね。そうですね。いやパンチャーさん見応えある1分間でしたね。はい、でも喧嘩したことなくて一番最初に久保田選手と戦わなきゃいけないって嫌ですね、はい、喧嘩何回もしてる相手と、勇気がなければ前に出ることはできません。めっちゃ怖いと思います、さあそして丸藤さん、先ほどの60秒間どういうふうに目に映りました。はい、そうですね、やっぱり久保田選手の、ね、前に前に出るその姿勢というのはすごいんですけど、その、ね、殴られたことないって言ってた、その松葉選手の殴られても殴られても倒れないその気持ちの強さ、はい、そこは本当に素晴らしい、評価するべきところだと思いますね。さあどんな結果を生むでしょうか。判定です。判定の結果を発表します。ジャッジ優吾、赤久保田。まずは久保田に入りました。ジャッジ白川、赤久保田。これも久保田。ジャッジバンチャンリナ、赤久保田。3人目も赤久保田。ジャッジヤーマン、赤久保田。ジャッジヤーマン選手も久保田に入れてました。赤久保田。オーディエンスも久保田。以上5対0をもちまして勝者久保田悟。今回も久保田が結果を残して勝ち名乗りでした。久保田選手には喧嘩堂様より金一封の声をかける姿がありました。喧嘩堂で使える。さあ放送席、ジムラさん授与されます。はい。